の予選1通過です。 Hey guys! パフー！ノービアーズギパイヤー！こう見えて TGCT の予選1位でした。ということで今回もマリオカートエンドデラックスしながら TGCT の予選振り返りやっていきたいと思います。それよりもゆきのやちゃん TGCT 予選通過1位おめでとう。マジでくっせ、マジでゆきのやちゃんおめでとう。まあ、よく頑張ったよ。そしてね、ゆきのやちゃんの TGCT 予選ねめちゃめちゃ投げてくれました。いろんなリスナーの方々がもうね、なぎとかにっこりマークとかゆきのや大好きとかジョージとかもね、ゆりぱのオタクとかいっぱいいろんな人投げてもらいましたもんね。名前が出しきれないほどね、いろんな人に投げてもらって、まあそれの感想戦的なものをね、マリオカートしながらやっていきたいと思います。とりあえずは1位通過しました。残りはね、本戦と決勝があって、決勝で1位を取れば、ゆきのやちゃんはとうとう TGCT のランウェイを歩くことができます。この調子で1位取り続けて、ランウェイ歩いちゃう、みんな一緒に。ということで、まあ、とりあえずマリオカートやっていきましょう。レッツラゴー。さあ何から話していこうかしら。 TGCT 予選に関してですけど、まあ、ゆきだちゃんがなんで TGCT に過去は出れたかと言いますとね、まあ、ゆきだちゃんはね、あのクレマグのエアちゃんがドタイプすぎてね、クレマグのエアちゃんのインスタフォローしてたわけですよ、リアルアカウントの方で。でリアルアカウントの方でフォローしていて、でね、あのエアちゃんがねストーリーでね、 TGCT の予選がここから始まりますみたいな、そういうね、あのストーリーをゆきだちゃん見つけたのよ。まずね、エアちゃんのアカウントからで、あ、TGCT っていうのがあるんだみたいな。でもゆきだちゃんどうせ出れないんだろうな、東京ガールズコレクションだから多分女性しか出れないものだと思ってたのよ私は。まあでもコムドットさんとか出てるから有名になるにつれて TGC って出れるもんだなって思ってたのよね、正直。でもね、エントリーの内容を見てみたら、なんかエントリー時19歳の男女って書いてあったの。私いけれると思ってね、もうラスト19歳だしで男だし、これいけるわ私と思ってね、まあそこでねしっかりとねエントリーをね確信しました。ほんでそこからよ、確信してから本戦だの予選だの決勝だのよく分かってなかったけど、まあね、ミクちゃんの運営様からですね、あのいろいろなねスケジュールとかをね、あのよしね、そういうのをねいろいろねミクちゃんの人から教えてもらって、もうね覚悟するわけですよ。よし、ゆきだちゃん TGC のラーメンを歩くぞって確信するわけです。ほんでまあ、あのやってみた結果めちゃめちゃ面白くてですね、まあ初日ね、あのミクちゃんの配信には慣れてないけど YouTube 等の配信では慣れてるから、まあね配信で詰まることは全く持ってなかったんですよ。でゆきだちゃん TGC に出たいっつってんのに、ゆきだちゃんのリスナーでバカしかいないから TGC を投げてくんの。 TGC に出たいっつってんのに分かんねえだろ、みんな分かんないでしょこの頭の悪さ。本当に頭おかしいね、ゆきだちゃんのリスナーって全員。なんで私 TGC に出たいっつってんのにずっとギフトで TKG 投げてくんの。でもみんな TKG 投げてくるから分かった分かった、 TKG のアイテムゆきだちゃんに10個投げてくれたら、まあもう苦しまず、あのね、あのなんて言うだろうな、まあ、10個投げてくれたら卵かけご飯本当に配信中に食ってやるよって言ったらね、みんなバカだからね本当に投げてくれんの10個。頭おかしいでしょ本当に。何回もゆきだちゃんはね配信で TKG を食わされまして、でまあその他もろもろね、いろんなものもあったりしてですね、でそれでゆきだちゃんの TGCT 予選はねもう順調な滑り出しをねあのできたわけですよ。それでそっから2日目もね TKG みんなに投げてもらって、で飛んじゃねえぞカス、まあ、TKG 投げてもらって、で3日目4日目5日目とね順調に進んでたわけですよ。でゆきだちゃんはなんでこんな赤色のタイツを履いた化け物みたいな格好してるのって思ってる人いるけど、これはねまあ2レース目で話しましょうかね。ほんで8位じゃねえか、8位を取るなら9位を取れ。よっしゃ、てか第2レースはプツクプツク。まあゆきだちゃんがなんでこういう赤いタイツをねしているのかっていう話なんですけど、まあ5日目ですよ、みくちゃんの配信5日目で、ゆきだちゃんはねあのスカイピースのテオくんのね、あの妖精さん、わかる妖精さん、あれが大好きなの、ゆきだちゃんの妖精さんが、妖精さんが大好きで、これみくちゃんの配信でやったらワンチャン面白いんじゃねと思って、まあ、あのスカイピースのテオさんのね丸パクリをさせていただきました。でね、ゆきだちゃんのね配信5日目でね、とうとう墓地が完成します。はい、これ墓地っていうの、墓地はね、墓地はミクチャの配信が苦手なんだ。こんな感じで墓地をね降臨させるわけさ。でね5日目でね墓地に配信をやらせたところ、めちゃめちゃ面白くてね墓地の配信が。でねゆきだちゃんね、あの今さっきね墓地のね、しね、今さっきね墓地のねあのアーカイブを見てたんだろ、めちゃくちゃ面白くて、ちょみんなに見せてあげるわこれ。大草原ありがとうございます、入りました、セックスです、はい大草原入りました、よし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 いったー。
って、いって、いって、おいて、いだよ、いった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 よ、膝がなくなった、もう、いったい。めちゃくちゃ面白くない?あたし。これ、まあね、自分で言うのもなんだけど、自分のね、動画でツボったの初めてだし、動画でツボったのも久しぶりでさ、いや、もう面白い、あたしと思ってね、これをね、見た、もう、あたし10回以上見たの、10回以上見てもな、まだ笑けるくらい、めちゃめちゃ好きなのよ、この動画。まあ、こんな感じで楽しい配信をしてましてですね、で、ゆきなちゃん、この時でね、もうね、確定1位みたいな感じだったのよ。もうね、ダントツ1位。もうみんなね、みんながね、いっぱいね、何、投げ銭みたいなのをしてくれるわけさ。プレゼントみたいなやつをみんながいっぱいプレゼントしてくれて、もうマジダントツ1位だったのよ。もう1位と2位との差は歴然どころじゃないぐらいね、ダントツ1位で、まあね、ほんとダブルスコアつけてたのよ。2位と1位との差をダブルスコアつけてたんだけど、まあね、順調にやってまして、配信を。で、最終日、まあ、今さっき最終日終わったんだけど、最終日ね、2位の方がめちゃめちゃ追い上げてきて、ゆきドラちゃんをもうね、20万差から10万差ぐらいつけてたのに、なんか急に7万差ぐらいまで縮まってて、みたいな、私ワンチャン負けるぞこの女の子にと思って、負けるわけにはいかないわけですよ。多分最年長だし、で、男だし、もう負けるわけにはいかないと思って、ねえ、これも本気出すわけですよ。でも雪乃ちゃんの本気でどうやって出そうかなって考えた結果、墓地を出しました。そしたらですね、1取れました。1位取れました。もう墓地のおかげで1位取れたと言っても過言じゃない、本当に。いや、ガチでありがとう、墓地。墓地のおかげで1位が取れてるって言っても過言じゃないからね、墓地。ポチのおかげで取れたの?ポチのおかげで取れたの?よっしゃ、ディコー第3レースはドーナツ編や!いやー、よかったよ、本当に。めちゃくちゃ楽しかった、ミクちゃんの配信、マジで。ほとんど毎日やってたんだけど、毎日顔出してくれてるね、あのミクドラリスナーもいて、もうね、名前覚えちゃったもんね、本当に。ガチでありがたいと思ったし。で、めちゃめちゃ投げてくれる人も覚えたね。投げてもらったからにはもう覚えるしかないと思って、もうね、覚えるのよ。ゆきなちゃん絶対にね、投げ銭してもらったら名前も読んで リアクションも取ってるから、まあね、何回も投げてもらったら覚えれるくらいまで覚えてて、もうね、ほんと、このね、なんていうの、1週間が本当にゆきなちゃん充実してた。めちゃくちゃ楽しかった、みくちゃんの配信。もうね、YouTube の動画撮影より楽しかったわ、みくちゃんの配信が。でね、ゆきなちゃんのね、みくちゃんの配信見たことないから見てみたよって人いると思うんだけど、ゆきなちゃんのみくちゃんの配信ね、1ヶ月後になります。はい、本戦がね、確か6月の23日ぐらいにありまして、その6月の23日までね、ミキちゃんの配信をお休みして、ゆきだちゃんのね、本動画、ゆきだらチャンネルの方をね、もうちょっと充実させてね、動画投稿させていただけたらと思うので、もしね、ゆきだちゃんのミキちゃんの配信見たいよって方はね、こちらのアカウントからね、フォロー待ってます。1ヶ月後にね、配信になっちゃうんだけど、絶対に面白いし、絶対にクスッと笑わせれる自信があります。めちゃくちゃおもろくて、お腹がよじれる可能性だってあります。それぐらいゆきだらの配信は面白いです。だしね、やっぱゆきだちゃんは、ここで予選で1位を取ったからには、本戦でも1位を取りたいし、決勝でも1位を取って、TGCT のグランプリに選ばれたい。まあ一番ふさわしいじゃん、私って。顔もかっこいいし、面白いし、スタイルいいし、やっぱね、スターの才能があると思うんだよね。もうね、19歳の中のカリスマだと思うのよ。もうね、日本全国の19歳を集めても、私に勝てる19歳は多分加藤ノアぐらい。加藤ノアぐらいなのよ、私に勝てる19歳って。でも加藤ノアは今回エントリーしてない。ということはもう必然的に私が1位になることはもう確定してるの。わかります皆さん。まあそんなこと言ってもリスナーの皆さんのね、力がないと勝てれないと思うので、皆さん、ぜひ、よかったら、こちらのアカウントフォローしてくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。次のレース行きましょう。シャン。よーし、ニカ第5レースはモーモーカトリーヌ・マードリーヌ。さあ、TGCT 予選1位取って、本戦でも1位宣言して、そして決勝でも1位宣言した雪乃ちゃんが、マリオカートで1位取れない可能性、これ一切ない。ここで1位を取って、雪乃ちゃんは本当にもう、TGCT の1位にふさわしいんだと、そういったところをね、マリオカート実況でも見せていく。これが雪乃ちゃんの攻撃。伝えていきましょう、しっかりと。本当にガチ1位取りに行くからね。TGC もマリオカートも。雪乃ちゃん妥協はしない系 YouTuber。いい。何回もみんなに言ってると思うけど、一度できたチャンスを逃したりすること、雪乃ちゃんは甘くないから。一度できたチャンスをものにする。それが雪乃だから。わかるかい、みんな。このものにするっていうね、この宣言。これも大事。もしね、自分にね、自信がないと、周りに宣言することはめちゃめちゃ大事だと思うわ。危ないな、カス。でもね、何が大事かというと、例えばね、テストで100点取りたいよという方はね、自分の中で決めるんじゃない。みんなに宣言していくのよ。例えば、友達とか親子さんに、例えばね、本当に100点取りたいと思ってるんだったら、友達に言うわけ。もし、ゆきだらちゃんじゃない、私がね、今回のテスト100点取れなかったら、何でも言うこと聞いてやる。こうやって言うこと
ることによって自分にやる気が出てくるわけさ、モチベーションにもなるわけ。だからね、自分の目標とかをねしっかり明確にして、自分のね、あの周りの人にね自分の目標を伝えることってめちゃくちゃ大事だと思うな私。だからそれをねみんなにあの教えていきたい。いってな、カス。まあ見とけって。ピンクローター、ピンク、ピンクローターヨッシーがねめちゃめちゃ前張ってるでしょみんな。まあ見える人には見えてると思うけど、あいつをぶち抜く。私はどんな逆境も、どんな逆境も最高のごちそうさな。うーん、それはちょっと話が違うくない？ねえ、12位だよそれって。バースト1位だよそれになっちゃうと。いくだちゃん、バースト1位が一番似合うって YouTuber なわけねえよな。みんなこっから打開するのがめちゃめちゃ面白いでしょ。ねえみんな、雪だらがこっから打開するからマリオカート実況好きなんでしょ、雪だらちゃんの。見とけって、期待通りの実況しやから。ほら1位だからね、これ1位だからね。よーし、でか、本当の最終レースはパツクンズフルツワツワチーショック。やべえ、マジでね、もう俺ランウェイ歩くのか。なんかね、変に緊張しちゃってんだよ私。さあみんなさ、今さっき雪田ちゃん言ったじゃん、周りにさ目標宣伝するのはいいよって。雪田ちゃんももちろん宣伝してるわけさ。だからさ、あの、まあ、雪田ちゃんの周りの友達とかに言ってるわけさ、俺 TGC のラーメンあるから歩くから見に来てよってめちゃめちゃ言ってるの。お母さんとお父さんにも言ってるの、私 TGC のラーメンあるから見に来てよって言ってるわけさ。そしたらお母さんはもうさ、東京に行く飛行機のさ便もね予約して、東京のホテルも予約しちゃってるの。もうここまでの極限状態っていうかさ、親にさ、他の俺の母さんお金ないのにさ、ここまでお金払わせちゃったらもう行くしかないっしょ TGC って。ねえ、こんな絶対に口が裂けても私本当は TGC のラーメン歩けれないんだって言えれないわけだ。もうね、ここまでの極限状態、はぁ、爆すらしただろカス。ここまでの極限状態に死ね、ここまでの極限状態になったらもうやるしかないんだ。もうやる気満々なんだけどね。下ネタじゃないからね、満々って。まずそんな感じでね、もう本当にね、みんなのね、あのね、なんていうの、応援がないからね、応援がないと雪田ちゃんもね夢を叶えることができません。なので雪田ちゃんから言いたいことはただ一つ、応援して。私めちゃめちゃ応援して、投げ銭してとかね、そんなことは全く言わない。でも雪田ちゃんの配信でちょっと面白いだから見てみようかなとか、コメントしてみようかなって言ってね、コメントしてくれただけで配信ってめちゃめちゃ盛り上がるんだよね。だからね、そのみんなのねコメントや、まあギフト投げてくれる人はギフト、そんなんでねめちゃめちゃ配信盛り上がるし、まあ、雪田ちゃんのね、あの知ってるリスナーとか来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいし、まあ、もし雪田ちゃんに認知されたいよって思ってる人とかもいれば、もう絶対に配信来てくれたら私絶対覚えれるから、そこは安心してほしい。強くね、相手ワンチャン勝てると。みんなじゃん、これ。二度三パチだ、これ。二度三パチに、パチリール先生して、ワンチャさんだ、ドン、ワンチャさんだ、ドンっていいよ。まあさすがに3人には振らない。運転ミスはちょっとまずいな、ここでバックスな。アンプアイテムあって、私はな、赤コーラ傷つける、赤コーラバッチ引きつけて、ワンチャ青コーラ、青コーラあれば全然ワンチャ投げよう、これ多分当たる。あいつ当たってる。さあ一気に2位まで浮上したよ私。ワンチャン1あるよこれ。みんな諦めんな、ゆきだら。ワンちゃんの青コーラの存在を信じろ。いいか、チャンスは二度と無駄にすんな。あ、いるね。青コーラは来てない。お前噛むなよ、ぶん投げて、まだワンチャンある。ほら食え、いいか、ね、さあしっかりかわして噛んで、オッケー。いや、にいか、にえ、噛めまんま。次のレースだよ、諦めないぞ私は。決めちゃっていいっすか、1位取っちゃっていいっすか。マリオカートも TGC もすべて雪ドラすべて雪ドラちゃんの予想通りに動くんだよ。見とけって、一旦見とけ。まあ、行動で示すのが一番早いからね。言葉では誰でも言える。ただ雪ドラちゃんは行動で示す系 YouTuber。 見とけよみんな、ガチで1位取った。まずはここ青コレ譲りの流れ。さあこれ最短ルートバーチシー行って、これ1個でいいな、アイテム1個でいい、ジャンピングアクション出す、ガチ勝ちいくからな私。マジで勝ちにいくからな。 TGC もマリオカートこれ何回見てんの私。さあこれロンググレーダーバッチシー決めれるよ。うわんざー、 OK 打開しよう。ここはしっかりと作戦を練ろう。作戦を練る練る練るねしていく。おお、道路交通法だろおい、道路交通法違反だろ今さっきの。おい任天堂、いいのか子供向けゲームで犯罪を犯しちゃってさ。いいんかおい、任天堂法務部。お前最強の法務部って言われてるかもしんねえけど、雪乃ちゃんの方が裁判強いかな、マジで。だって雪乃ちゃん六法全書全然覚えてないもん。覚えてないんかいっていうね、伝えていきましょう。
まあまあ気温差か。おおお。給油張りしてなんだろ、間違えた、ヒラ来ないか。まあまあまあこれゆっくり打開していこうかな。なんでここでヒラしちゃうかな。いやコインが何も残ってね、コインコインなんか勝てねえから。いや全部だ。おお、全デーマショナル。もうコイン取んなよお前、ゼロ枚なんだよこっちとら。1枚やばい、最終ですね。これキラー引かんとガチきついぞ。シンプルにキラー引かんときつくね。わしキラー終わってんだよ。アイテムが、アイテムが終わりちんちんゲルミカしてんだよこれ。ガチで終わってる。どうしよう、冷静に冷静に。キンタラパーに入れてるアイテムを信じる。キンタラちゃんの相棒だろ。 TGC でいう TKG みたいなもんだからな。これなんで私あいつが相棒になってるの。嫌なんだけど普通に。え、アイテムクソザコなんだけど、マジでどうやって勝つんだよこのアイテムで1位って。でもこういうね、最悪な状況をここから打開するのが一番気持ちいい。さあ何でもいいよ、アイテム。雑魚すぎだろ、ワルト。雑魚すぎはワルトなんだよ、普通に。いいよ、キラさって。ブーン使って。ブーン使って。ブーン使って。ビートボックスしてんの、私。よっしゃ、でかい、ホットー最初です。ゆきだちゃんの得意ステージ、クッパキャッスル。ここでやらないと、ゆきだちゃんは1はもう取れない。いけっぞ、マジで。さっきのレースはカットしました、コードーナースタート。まあ、なんでカットしたかっていうと、200cc だったからです。はい。諦めてしまって申し訳ございません。でもここで1位を取っちゃう男、これがゆきだらちゃんですよ皆さん。ここまで期待しておいて1位取れなかったら本当にダサいですよね。そんなに、そんな実況者を応援したくなくなりますよね。任してください、ここで取っちゃうのな。水が通り、そうだろ。みんなゆきだちゃんは数々の試練を添えて乗り越えてきた。みんなはそれを知っている。だから私はここでしっかりと強気の言葉を吐けるんだよ。みんなが応援してくれているから、その応援に私は期待応える。私はそのみんなの応援の期待に応えたい。俺は自分を信じたい。その上に磨いてるぜ、信じたい。好きなものを好きと言えたあの日から世界が透き通って見えたぜ。あは、しっかりと動かされて、緑声これ吸いたくない。さすがに吸いたくはないから、ちょっとだけ距離調整とライン調整してバックスナーを警戒しよう。一応ジャンピングを買った。これ青コースは危ないよ。当たってるざまみろ。ミドさんか、スターは来てない。さあさすがに得意ステージから勝っていきたいんだけど。はぁ、そんなとこにドリフト切ってないんだけど私。これは任天堂のせいだな完全に。そうそうだと思いたい。さあ緑コーナーダイナミックエントリーしておいて。当たらない。4位、いや6位か。バックスナーはやる必要なしえちゃん。まあまあまあここでの雷はまあ悪くはない。ちょっと回避が強すぎる件について物申したいのは私だけではないはずなんで、まあこっからでも全然勝ち筋が見える。見えるでしょみんな、こっから行くだけで勝つビジョン見えるでしょ。あとほらポン、ここはポン、チャンスでポイントしてリカバリーかまして金玉。コインがない、終わった、終わってんだよ。キリアンスターパチでないから、やばい、キラキラ。これどうしよう、8位か。キロイチ、嘘でしょ、得意ステージも勝てない私、嘘でしょ本当に。するジャンピングアクション金玉。ああ終わった、絶対嫌だ、こんなところで終わりたくない私、こんなとこで終わりたくない私。悔しい思いをするのはもう十分なんだよ私は。絶対負けない、いいよ、 TGCT では絶対に1位取る、これダメだ。だからその根性を見せたい、みんなに。結果がどうあれ絶対にゆきだちゃんは1位取るんだ、そういうのを見せていきたい。根性で成り上がれ。あら、よーい、幸せの4じゃない。そんなんで終わるわけねえだろ、さすがに。1位取るまでやるぞ、こっち取る。さあ、ここからはゆきドラちゃんのアフレコ実況となっております。めちゃめちゃ本気でやってるので、何回も何回も取り直して、1位を取ろうと頑張っておりますが、取るのは3位とか2位とか4位とかばっかりなんだよね。一歩足りないんだけど、ここ見て。赤けしうますぎー、めちゃめちゃうまくてね、この時一番びっくりしてるのが私です。はい。これね、ワンチャン赤けしして1位取れたら、マジ神回だったなって思ってる記憶がよくあります。はい。このマリオ講座の試合、うんちすぎました、普通に。見覚えはあるんだよね。うん、ここでもうやられて、切れそうになって、抜けようとなったんだけど、抜けなかったです。いい子。あれ？あなた今さっき、スマホ見てた？笑っても無駄だよ。ということで見ていきましょう。このキラーみんな見ててください。めちゃめちゃ可愛いです、このキラー。よく見ててよ。はぁ？どこ行ってんだよ、クソキラー！ぶち切れてんじゃねえか、実況中の雪ドラも。これは切れてもおかしくない。このコース。一番得意なんだ。
エクスタシー。最近エクスタシーさんめちゃめちゃ好きなんだよね。あ、めちゃめちゃ泣いてる。あ、ここで録画止まってるんで一旦カットしまくって。努力は続けたものにしか間違えてる。奇跡は努力を続けたものにしかやってこない。かっこいい。でも結果はなんと。うわあ。1位が欲しいんだよね。ほらもう泣いちゃってるもん。あらかわいい。めちゃめちゃ泣いてる。これでランサン殴ってもらい記録してドリフトできなくてやめちゃったとうとう。大パン耐えたな。素晴らしい。いや、いやそうだね。コースいやそう。ママじゃねえよ、パパだよ。でも3位取ってる。素晴らしい。でまたワリオ鉱山来てる。でも4位。おっと、ギルの社会起こすのなんだ。かっこいい言ってること。あれ、カットシーンが入ってないぞ。変な顔してんじゃねえぞブサイク。あれ、カットシーンが入ってないことは、え、まさかそういうことなの。これって確定演出の流れじゃない。みんな、最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!